沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。はい、ゆすいよ中華なびら沖縄手帳発行人の前城です。はい、前城さん、はい、私スタジオにいるんですけど、目の前にはね、前城さんはいないんですけれども、はいはい、なんとズームで今つないでおります。まあ、そうですね、まあ、初めての試みでちょっとこれの自宅からズームでやってます。はい、いけそうですね、なんかね、はい、まあ、僕はどちらかというと IT 音痴なんで、このリモートやる人はとても楽しみですね。ワクワクしてますね。はい。今日楽しんでやってみましょうね。まあ、1回目なんでね。はい。はい、そうですね。はい、いやちょっとね、目の前にいらっしゃらないので少し寂しい感じもしますけれども、画面上で徳七さんの顔が見えていますのでね。はい、見えますね。はい、ちょっと今日は遠隔でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、めっちゃそう。はい、 FM ギノワン、 FM コザ、 FM 那覇をお聞きの皆さん、よろしくお願いいたします。聞き手は FM ギノワン、田辺由紀です。今日も沖縄を愛する国の大使をお送りします。さて、番組を通してマジュン沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、ターチウチナークイズ、沖縄マニアは腕試ししてね、ミーチ、そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。クイズのコーナーにもぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com、 okinawatechou@gmail.com です。また今日はツイキャスと、はい、ネットはツイキャスで映像と音声も配信しております。で、こちらは各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。気軽にツイートしてみてください。そして、いつもでしたら YouTube ライブも配信しておりますが、後ほど YouTube のアーカイブにアップいたします。そしてサイマル放送もお送りしております。リッスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方はちょっとお待ちください。
今大丈夫ですかね。はい、FM ギノワのホームページに再生ボタンがあります。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは、沖縄手帳発行人の時間、スタートです。この番組は、サイン札の提供でお送りします。では今日の暦です。徳七さん、今日の暦は今日は私が読みますね。あ、声来てないかもしれない。はい、では今日の暦を沖縄手帳から運抜きやびら、今日は5月5日火曜日です。旧暦は4月13日土の絵猿仏滅の日です。潮回りは中潮。満潮干潮時刻、満潮はこの後は5時53分で196センチ、干潮はこの後11時44分34センチ、そして夜の11時59分32センチです。今日は子供の日です。そして立夏。で、ナハハーリー、野口ゲラを県庁に指定したのが1972年の今日ということです。その他の出来事は今日はないですね。ちょっと音声来てないかもしれない。で、徳七さんの声がね、今ちょっと来てないかもしれないので、私の方で読んでおります。来てないですね。で、沖縄季節暦では、陽春、ギリギリ陽春ですね。で、週始めの日の出日の入り時刻は、日の出5時50分、日の入りは7時3分です。再放送をお聞きの方は今日は5月10日日曜日です。徳七さん、一言ありますか？今ね、音声来てないですね。すいませんね。じゃあちょっと音声を調節しながら、ツイキャスありがとうございます。マグマさん、 FM 小座の放送がおかしいですよ。ああ、ツイキャスがね、はいはいはい。あと、沖縄 T シャツさん、アテレコみたいになってますね。あ、音声と映像がずれているということですかね。ああ、ちょっと今、調べますね。ありがとうございます。技術的な問題ですね。ご指摘ありがとうございます。はい。今日の暦を沖縄手帳からご紹介しました。切りますね。退出して触りますね。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。ですね、今日はですね、初めて徳七さんはスタジオにいらっしゃらなくて、で、聞こえた。今ご自宅からリモートで参加していただいてます。はい、あ、声が。僕のパソコンでは、はい。リスさんの画面が横になってる。
そうですね、今ちょっとツイキャスでは徳七さんが横向きになってしまっておりますけれども、ラジオ的には問題がないので進めたいと思います。あ、そうですか、はい。ちょっと皆さん首傾けて90度傾けてよかったらで、はい、今沖縄はちょっとだいぶ蒸し暑いですね、徳七さん。はい、はい、ね、あれ聞こえますか。そうですね、はい、聞こえますよ、はい。まあ、今日はね、立夏ですから、はい、本当はね、ちょっと今いい日、うん、若夏のシーズンなんですけど、はい、とあ、まあ、毎朝やってるんですけど、朝あの沖縄市の運動総合公園を散歩してるんですよ、はい、へー。大体6キロから7キロ、2時間近く、へー、この辺のゴミを拾いながらやってるんですけどね。あ、すごいですね、すがすがしいですね。海岸に行くと潮干狩り、あの潮干狩りをしている親子が、まあね、2組ほどいましたね。あ、今朝ですか。子供に何食ってるのって言ったら、アサリって言ってました。へえ、すごい、皆さん朝から、休日の朝から気持ちよさそうですね、うん、そう。だからちょっと見てみると、干潮が11時44分なんで、あ、はい、干潮の前後1時間ぐらいがちょうどいいわけなんですね。今がいいですね、ちょうどね、はい。へえ、そうですか。じゃあ徳志さん、結構長時間ウォーキングされてるんですね。あ、今日も日課ですね。へえ、あの、はい、サンタクロースみたいなゴミ袋をだいたい2袋ぐらい集めてます。そんなにゴミが落ちてるんですか。はい、そう、うん、昨日あたりまではあの自粛で少なかったんでしょうけど、はい、昨日は連休でいい天気だったせいか、多分随分増えたんでしょうね。ゴミ増えてましたね。ゴミが多いってことは人がいっぱい来たってことですよね。あ、そうなんですね。朝早くでしたらそんなに人いないんで、はいはい、あの密な状態にならないですから、うん、散歩にはいいと思うんですよ。そうですね、人が少なそうな時間を狙ってね。はい、はい、あ、ツイキャスで沖縄 T シャツパパヤさんは、愛知は現在26度、夏っぽくなってきましたねって来てます。はいはい、沖縄は変わらない、ね、うん。クーラーが必要な時期になりましたね。はい、そうですね。日中、あるいは夜もね、ちょっと暑くて。はい。で、旧暦では今日は4月、13日。はい、まあ、沖縄は子供の日っていうのは昔はあの4日の日って言ってましたよね、はい、旧暦5月4日はい、ハーリガンのも本当はあの旧暦の5月4日だったわけですね、はい、伝統を守る糸満だとか、はい、そういうところのハーリは、旧暦の5月4日ですよね。そうですね、毎年はね、今年は中止ですけどね。そうですね、はい、はい、で、この5月、うん、5月5日っていうのはあのマルクスの誕生日らしいです。ああ、の革命家の、はいはい。で、なんでこんなこと言うかというと、あの5月1日はメーデーの日なんですけど、はい、沖縄で第1回メーデーやった時に、これ戦後ですけどね、米軍支配下の時なんですけど、はい、あの 米国民政府の方からメーデーはマルクスの誕生日を祝う祭りなんで、これに参加したらいかんと、うん、共産主義者以外は参加するなと、共産主義は悪魔だと行くと言ったらしいんです、はい、もちろん間違いで、マルクスの誕生日は5月1日じゃなくて5月5日だって言ったんですね。はいはいはい、近いのをいいことに、なんかそう言われてたってことですね。まあ単純に分からなかっただけじゃないかと思いますけど。ああ、そっか。はいはい。あとはあの、はい。あと一つですけどね、沖縄手帳で、はい。実はあの、これ一人乗っかってなかったんですけど、5月5日は沖縄こどもの国の開園日なんですよ。記念日で、はい、本当は今日50周年記念日らしいんです。ん、何十周年ですか。10周年。 10? へえ。10年だから大きなイベントをやる予定だったらしいんですけど、ああ、
残念ながら閉鎖なんです。はい。で、最近ね、この50周年の記念事業だっていうのイベあのお知らせが1ヶ月ほど前に出てたんですよ。はい。で、沖縄手帳ではですね、4月19日。はい。4月17、19日か。19日が沖縄子供の国の開園記念日。1972年と掲載されてるんですよ。あ、じゃあ50年ですか？今10って聞こえたけど。1972年の4月19日に開設されたと、はい、いうふうに沖縄手帳には乗っかっておるんです。はいはいはい。ところが、ところが。今年50周年だという案内がありましたんで、非常に不思議な思って調べてみたら、分かったのはですね、はい、子供の国のホームページに開園日がいつだっていうのが書いてないから混乱が生じてるんですが、はいはい、1969年かな、はい、5月5日に設立、開園しているらしいんです。はい。これは仮開園ということで開園していてるらしいんですね。ああ、そうなんですか。で、正式に、沖縄子供の国という法人が設立されて、正式開園したのが、さっき言った4月19日らしいんです。で、そこに近藤があるらしいんです。ああ。もう一度言うと、はい、もともとは5月15日に開園されたんだけど、その時は仮開園ということになっていて、はい、それから、復帰の年の72年の4月19日に、沖縄子供の国という法人を設立をして正式に開園したというのがあって、2種類情報ができるらしいんですよ。んー、はい、お役所の情報でも間違った情報があるらしいんです。で、どれが正しいかというのをいろいろ調べると、はい、そこから見て、やっぱり5月5日じゃないかなと。うん、仮開園した日っていうのを、正式を行う日と一緒にして、やるのが正しいんじゃないかなと、いうことに気がつきまして、うん、これ来年から直そうかなと思ってます。ああ、そうなんですね。まあ、たまたま気がついたということなんですね。うん、沖縄子どもの国もね、皆さん大人気ですけど、いろいろ紆余曲折があったんですね。はい、そうなんですね。はい、うん、で、あと旧暦の4月4日がアブシバレーですけど、これは、そう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 、はい、旧暦の、4月14日新暦では明日ですね、5月の6日が旧暦年中行事のアブシバレーですね。アブシバレーっていうのは、アブシっていうのは畑のあざ。あぜ。あざ払いということで、あぜじゃない。今度で言うと虫払いっていうんですかな。はい、はい。田畑にいる害虫を追い払う儀式をする日らしいんですね。はい。で、この日は、それぞれ村の過眠地を中心にして、うがんをします。はい、で、芭蕉とかあだんな葉っぱで草の船を作って、それに虫を乗せて海で、うん、未来からに向けて返すという儀式があるらしいんですよ。はい、で、家庭では、クワジューシー、うん、ちょっと固めのジューシー、はいはい、これを仏壇にあげていただくというのが習わしなんです。つまり村の害虫を追い出し、海の彼方の二来家内の世界に帰ってくださいという日らしいんですね。あ、まあ、今で言えばこのコロナウイルスも皆さんも二来家内の方にお帰りくださいというふうな儀式をやる時期かなと思ってますね。へえ、この殺してしまおうじゃなくて殺虫剤でね、じゃなくて、はい、ちょっと今朝やってしまいましたけど私ちゃんと船に乗せて海に流すっていうところが優しいですね。はい、二来家内の遥かなところに、多分、うん、この害虫たちの、
あの元の国っていうかな、そこに送り返していくとじゃないかなと思うんですね。この田畑に来たら困るからちょっとあっち行ってくださいねっていう場所を移していただくと、はい、戻っていただくと。で、網走バレーの翌日はあの産川、川に行きま、川っていうかあの湧き水ですね、はい、あそこで手足を洗うと、一年中健康だという伝えがあります、うん、あるいは浜辺に行って浜売りの時みたいにあの海辺の水に手足をつけるとやはり健康になるということですから、うん、まあ、それはいいかもなと思いますね。ってことは明後日ですか、5月8日にやればいいんですか。明日ですね。明日、はい。じゃあ明日は朝早く、まあ、ちょっと湧き水で手足を洗うといいと。ただ。はい。はい。宜野湾普天間基地あたりでは、あの、有害物質がたくさん流出してますんで、あ、そうですね。宜野湾湧き水多いんですけど、宜野湾の湧き水で手足を洗うと保証できません。大変なことになりますので、やめた方がいいですね。じゃあ海辺で手足を洗うっていうのが今は一番いいのかなと思います。水道でもいいですかね。水道の方が安全かもしれません、はい、そういう気持ちを込めてね、はい、まあ、小さなあの米軍基地の模型を作って海に流してもいいかもしれませんね船に乗せてね、ニライカナイにね、はい、本当ですね。はい、いや、そういう考え方ね、沖縄独自のね、いいですね、はい、はい、ありがとうございます。それではコーナーに行きましょうね。はい、内田Qです。はい、じゃあ行きます。内田Qクイズです。はい、今日のクイズは何でしょう。はい、5月4日を見てみると、あのリカちゃん人形誕生日ってのが塗ってます。へー、じゃあリカちゃんと沖縄はどんな関係あるのだろうかってことなんですけど。関係あるんですか。あるんですよ。はい、リカちゃんは本名というかあのな正式な名前は、うん、香山理科、うん、香山理科ですよね。言うんです、はい、聞いたことがあると思います、はい、あの精神評論家で心理学者、うんうん、同姓同名の有名な女性がいらっしゃいますね。あの方は香山理科ちゃんから取ったんですよね。そう、うん、あの人は理科ちゃんから取ったらしいんです。はい、はい、じゃあそのリカちゃん人形の方の香山リカさんが復帰が行われた沖縄の大きなイベントに重要な役割で参加した、はい、そのイベントとは何でしょうかっていうの。沖縄の復帰後の大きなイベントに重要な役割で参加したと、香山リカちゃんが、はい、リカちゃんが。へー、そのイベントは何でしょうかっていうことで、そのイベントは何でしょう。はい、ティーチ、はい、ティーチは沖縄海洋博覧会。沖縄海洋博。ターチは沖縄サミット。ターチ沖縄サミット。ミーチ730。ミーチ730。730というのは交通変更の、交通区分の変更ですね。いずれにしても、沖縄の戦後の中での大きなイベントなんですけど、どれかに参加してます。重要な役割で。はい、それはどうでしょうかということですね。へぇー、でも人形ですよね。うん。はい。公式にですか。公式にというか、はい。公式に。へぇー、なんでしょうね。どれにしても面白そうですね。なんかね、どんな参加の仕方だったのか。リカちゃん人形としても初めての経験をしていますねそうなんですね。へえ、はい、じゃあ今日のうちなわクイズは、リカちゃん人形が沖縄復帰後の大きなイベントに重要な役割で参加しました、そのイベントとは何だったでしょうか、はい、
ティーチ沖縄海洋博、ターチ沖縄サミット、ミーチ730。沖縄 T シャツパパヤさんから沖縄サミットかなーって来てます。はい、いい線してますね。はい、他もお待ちしております。答えは番組の最後でお知らせします。はい、では一旦 CM です。そうそう、30分で切るんね。はい、そうですね。だから、CM が25分30秒に開けるので、まあ、4分半喋ったら曲に行きましょうね。ツイキャスはね、そうですね、あ、マグマさんからは、あの音が聞こえるようになったよって来てます。そう、はい、10秒前です、はい、じゃあ今日の出来事を少し話をしてすぐ音楽に入るってことかな。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、手帳発行人の前城徳一です。はい、スタジオではなくてね、在宅で今日は参加していただいてます。はいはい、初めての在宅です。はい、どうですか？なんか楽しいです。いや、楽しいです。ちょっと顔がね、嬉しそうです。楽しんでね。あの、これができたら、はい、あの他の人たちとも、はい、ズームで打ち合わせやったり、はい、ズームの飲み会もやってみようかなと思って。はいはい、ね、いけそうですよね。広がりますね。はい、それでは、聞き手はこの FM 技能のスタジオから田辺由紀です。で、今日の、あの話題はですね、2つありまして、なんか時間がね、ちょっとズームの都合上一旦切らないといけないんですけど、どうしますかね。時間足りますかね。2つ用意は してるんですけどね、はい、うん、今日の音楽は何を用意してるんですか？そうですね、じゃあ音楽かけましょうかね。ですね、今日は木名正吉さんの花をお届けしたいと思います。あ、花、はい、はいはいはい、じゃあ、いいですね。はい、じゃあこちら聞いてみましょうか。花を聞いてから入りますか？はい、あ、そうですね、花をお届けします。その後本題に入ります。